ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。また落語界の皆さんおはようございます。私は父親の良い教育だったと思いますが、それで育ったもんですから、大学はですね、専攻はほとんど物理といった方がよろしいとかと思いますが、しかし大学で勉強したことっていうのは大したことではありません。量子力学を皆さんにちょっと解説できるとかですね、熱力学で、リサイクルとかそういった現実的なものを計算できるとかですね、エントロピーとかそういうのを計算できるとかですね、そういったぐらいでありまして、私は卒業しましてから技術の仕事に携わったわけですけども、一番最初にですね、私は物理系だったもんですから、仕事に就いた時は、技術者として働き出した時は、私の有機化学っていうか有機合成化学の知識はもう著しく不足しておりまして、それを一生懸命勉強しました。その時はこのくらい熱いっていうか、ものすごい熱い本でしたね。英語の本でしたけども、非常に優しい英語だったもんですから、英語を勉強しながらですね、その頃私は辞書を引きながらしか英語の文章を読めないような実力でしたから、辞書を引きですね、ルイスだったかな、オーガニックシンセスだったか、オーガニックケミストリーだったか、そういったものを勉強いたしました。それとともに私はもともと大学に行くときですね、歴史を勉強したいという気持ちが強かったもんですから、それはですね、世界史大系というものすごく大きな、厚いでっかい本がですね、そうですね、20冊ぐらいありましたか。それは本当に面白かったですね。歴史に興味ありました。それから大体一つの勉強に4年ぐらいかかるもんですから、それをずっとですね、約60年間、勉強してまいりました。それで、50歳から、大学の教授になって、学問の世界に入りですね、それから少しずつまた教員も増えて、マスコミだとかですね、そういったものを知ってきたわけなんですが、大体一つの勉強をしてですね、あらかた結論が出てくるのに2年ぐらいはかかるんですね。それで、今新しい段階に入っておりまして、このひばりクラブをよくご覧の方は、私の考えの変化っていうか、興味の変化っていうのはよくお分かりになると思うんですが、ちょっと政治の方に入ってからはですね、日本文化っていうのはどういうものか、ヨーロッパとどこが違うのか、日本人はなぜ嘘をつかないのか、というようなですね、ことに興味が移りまして、それでずっとこのブログでもですね、西洋文化は力の正義だとか、それからそうするとインド文化なんかもちょっと関係してきますし、それから日本文化は自然の文化なんだ、というようなこともですね、だんだん整理が進んでいくようになりました。で、それと並行してですね、落語って言いますか、これは物理ではエンタングルメントっていうのは昔から言葉あるんですけども、日本語に訳したら落語なんですけども、日本語ではほとんど使わないですね。日本語っていうのは漢字もあれば、カタカナもひらがなもあるもんですから、カタカナでそのまま日本語のように使ってるっていうのはいっぱいありますよね。スポーツとかですね。もちろん日本語の訳はありますけど、プロ野球とかプロっていうのは何かなんで、職業野球っていうんですけど、プロ野球の方がわかりやすいですよね。そういったものはかなり難しい。私がちょっと非難してんでは、例えばインフォームドコンセントみたいなですね、ほとんどの日本人がわからないカタカナの日本語もあるんですね。そういう点からですね、だけどエンタングルメントってやっぱりわかりにくいので、両方わかりにくいから、ここでは落語という名前をですね、だいたい2年ぐらい前からぼちぼち使い始めまして、でやっとですね、大きな峠を越えました。で、皆さんにこのひばりクラブを通じて、ご披露してると、発表してるという感じなんですが、やっとですね、それがですね、日本の落語の本質っていうのはどこにあるのか。断片的にはすでにお話をしているので、ひばりクラブを聞いてる方は、またかと言われる人もいると思いますけども、僕としては11月の1日から、背広を着ながらこのひばりクラブをやり始めたところがですね、私の新しい段階に入ってるんですね。ですからまだ未熟なところもあるんですけども、私は前進する方が好きで、
もちろん批判っていうのは、まあいいことはいいんですが、何かねじ曲がったような批判とかですね、なんか背景がありそうな批判もあるんですよ。武田を非難しろと言われてるので非難するなんていうですね、気配のものもあってですね、そういうのは僕ももうコメント見るのも嫌なんですけども、私の論理の欠点をですね、いろいろこう質問してくれる、これは私はずっと学者でしたから、まあ学問っていうのは人の批判を前向きに聞くっていうのが学問ですからね。しかしそのためには、人の批判を前向きに聞くためには、批判をする人自身が前向きでないとですね、引きずり下ろされてしまうもんですから、まあそこのところを時々お話をしてるわけなんですね。で、今日からはですね、一応6回の昭和天皇が大東亜戦争の終戦を迎える時の御前会議のご発言と、それからマッカーサー元帥にお会いになった時のご発言をですね、事実として紹介いたしました。で、今日からはですね、私の考えなんですね。この考えが、まあ、3年か5年かかかってるんですが、どうして日本人は落語ができるのか。なぜ落語なのか。落語は何を日本人にもたらしたのか。それは本当に日本だけなのか。それとも諸外国に共通して落語というのがあるのか。と、まあ、いうようなことをですね、まあ、自分としては研究し解明してきたわけです。それがある段階に達したもんですから、意を決してですね、昭和天皇のご発言からこのシリーズを始めて、今日からはですね、では天皇陛下、昭和天皇はなぜあんなに偉かったのか、その天皇が偉かったという背景はどこにあるのか、それは日本の落語と幸福ということでまとめてみれば、考えてみればですね、なぜその落語とか幸福が天皇陛下の人格に関係しているのかどうかっていうようなことに踏み込んでいきたいというふうに思います。まあこのタイトルは、なぜ天皇陛下は断然一般国民よりか偉いのか、これはまあ天皇陛下偉いと、天皇陛下万歳と、まあ天皇陛下にお会いすると涙が出てくると、まあこういったですね、一般的な天皇陛下に対する敬愛の情っていうのは日本人にはあります。しかしここで私がお話したいのはですね、それがどういう元でできているのか。私はやっぱり学問なんで、まあできれば万人がですね、なるほどと思うような根拠を持ってですね、お話をしたいというふうに思いますね。僕は宗教は非常に尊敬しておりますし、否定もしておりません。ただ宗教は直感であるとか、神様からの啓示というようなものがありますから、宗教のすべてをですね、人間の頭で理解できるようにはならないんですね。で、科学はそれよりかずっと引いておりまして、まあ、直感とか神様からの啓示によらずにですね、非常にこう、稚拙な、私はそう思ってますが、人間の頭ってのは稚拙なんですけど、稚拙な人間の頭でもね、頑張って、1,2,3と積み重ねていくというのが、私の科学に対する考えであります。という前向きをしまして、今日は、織田信長がですね、天下を取る寸前に、まあ実際上は、本能寺の変で、殺されてしまうので天下統一はできなかったんですけど、ほぼ天下統一の状態の時にですね、天皇陛下にお会いになって、そして、まあ、この図にありますように非常に深く頭を下げてですね、天皇陛下に供物をあげて、そして、もうじき、天下を統一できる見込みでありますので、その説にはぜひご協力をお願いしたいと、ご理解をいただきたいと、まあ、いうことをお願いに行った時の、まあ、想像図であります。これは非常に私にとっては思い出のものでですね、実は私は会社での仕事は原子力でしたね。で、原子力の研究所の所長をやっておりまして、まあいろんな外国人とも長くお付き合いしました。特に世界はですね、大体日本とフランスが原子力発電所をだいたい50基ぐらい持っておりまして、非常に強い国だったんです。アメリカはまあ100基ぐらいありましたからね。それで、フランス人との付き合いが多かったんですから。フランス人が一度、まあ何回も来られましたけどね。何回も来られた時一度ですね、織田信長の話をしたことがあります。で、名古屋城の話ですね。
それから織田信長という人間がどういう人間か、それがまあいわゆる戦国時代にどういうふうにやってきたかというの話をですね、まあ、その方はフランスのワインの産地のですね、ワイン農家の次男坊で、まあ、頭は非常に良かったんでしょうね。長男がワイン農園を引き継いだので、自分は原子力をやるようになったと言っておられました。その方とお話をしてですね、それで名古屋城についても非常に面白いご意見を言っておられましたね。私にしてみれば名古屋城っていうのは日本人にしてみればですね、名古屋は城で持つというぐらい立派なお城でですね、まあ、徳川の、もともとは織田家のもんですけども、徳川時代になってから徳川の御三家がですね、住んでおられたわけですから、東海道の要衝にありますしね、大変立派な城なんですが、そのフランス人が言ったのは、随分小さいお城ですね、と。どなたがこのお城に住んでおられるんですか、と、こうお聞きしました。聞かれましたね。お城の中には、王様とその関係者と、重臣なんかが住んでおられました、と。まあ、こういうふうに私が答えたらですね、それじゃあ一般の武士とか、お百姓さんとかどこに住んでるんですか、っていうか、お城の外側に住んでます、と、こう言ったらですね、それじゃあ戦争の時に、みんな皆殺しになっちゃうじゃないですか、こう言われるので、いや、日本の戦争は武士同士で戦うんですけど、お百姓さんを殺すなんてことありません。むしろお百姓さんは戦場から、ここ危ないから山の上の方に逃げてれと言ってですね、逃げさせて戦争をする。で、戦争が終わったら、百姓はまたゾロゾロと山から降りてきて、田畑を耕すんですと。まあ、そういうようなことをお話しいたしました。まあ、私が文明というのは国によって随分違ってですね、常識自体が違うので、まあ世界のお城っていうのを何かの折にこのひばりクラブでもご紹介したと思いますけども、やっぱりなかなか移民とかそういうのはうまくいかないのは文明の根本から違うことなんですね。で、それから先にですね、織田信長が天下を統一しそうになったという話をずっといたしましてね、その時にこの話をしました。もともと日本は天皇陛下が国を治めておりましたけども、それはまあ、貴族の時代になり、やがて武家がその実力で天下を統一するようになるとですね、それから約600年ぐらいですかね、武家の時代が続くんですと、まあいうことを言いました。で、説明をいろいろした後ですね、織田信長が天下を統一する前には、天皇陛下の、京都の天皇陛下のところに行って、天皇陛下はもうその頃ですね、まあ実権はほとんどなかったので、京都の御所というところに、まあ、衛兵がまあ100人もいないというような状態でお住みになってた。財政的にも非常に厳しかった。まあそれに対して織田信長はもう勢力隆々たるもんですから、お土産をお持ち、私が天下を取ったら、天皇陛下をもう少しいい、待遇をいたしますと、まあいうようなことを言ってですね、深々と辞儀をしたという話をしたらですね、フランスのその人が突如ですよ、私に言った言葉が、私の人生でも大きなことでしたね。それはですね、武田さん、その話は嘘だと言ったんです。と僕驚いてですね、いや、僕と彼は親しかったですから、礼儀も正しかったですから、そんなことを言う人じゃないんですよ。だけども言われたんで僕はびっくりしてしまって、いやいや、本当の話ですよ。って言ったらですね、一番力が強かったのは織田信長でしょ、と。そうですと。じゃあ天皇陛下を切り殺したらいいじゃないですか、と。切り殺すに決まってるじゃないですか。どこの国でもそうです、と。こう言われましてね。確かにその通りなんですよ。地球上におそらく日本、一応簡単な調べはしておりますが、日本国以外でですね、一番強い、一番上にいる人、ランキングが上にいる人がですね、力が弱いなんてことは、それは不合理なんですよね。それはフランスでもですね、まあ、ブルボン朝が強いときはブルボン朝だ。もともとまあ、9世紀ぐらいからね、フランスという国が少しずつできてくるわけで、フランク王国ができてくる。それで、非常にこう、ローマ教皇から戴冠を受けたりして、で非常にきちっとした国だった。しかし常にそれは戦争に勝ってですからね。一番強い人が国王ですよ。ほんで、その国王の力が廃れてきたら次の全然別の国王が出てきて、
で、それが国を追い出すとか切り殺すとかして、そして次の王朝を開くというのがもう世界どこでもそうですからね。私の話が嘘に聞こえたのはやむを得ないです。ところが私はその時に、ああ、自分は日本人だと思いました。私は日本人なので、織田信長が天皇陛下を切り殺すなんてことは考えもしなかったんですよ。と僕は思ったんですよ。なるほどと。それでこの話がなぜ私はその時に頭が混乱してて整理できなかったんですね。で、今になってやっと、それから大体これが私がそうですね、40歳をちょっと超えたぐらいの時ですか。もうそれから40年経ちますが、やっと最近ですね、この関係がよーく理解できた。つまり、この織田信長が力が一番強いのに天皇陛下に頭を下げたということはですね、もちろん、それは天皇陛下を悪い、こうなんか裏から見ればですね、意地悪的な見方すれば、織田信長は天皇陛下の意向を借りて、そして、統一しようとしたというのは言えますよ。確かにその通りで、織田信長が武田勝頼を攻めるときにはね、天皇陛下のご命令という形で攻めておりますから。それはそうなんですけども。しかし、そんなことがあってもね、それ利用する利用しないは別にして、このような関係が成立しているという、その国っていうのは、やはり私は日本しかなかったと思いますね。これはなぜなのか。これが最近私は解けたんですよ。あ、なるほどと思ったんですね。それで、このシリーズ、日本の落語と幸福というのを始めて、そして昭和天皇のお言葉を借りてですね、なぜ天皇は天皇陛下が国民より偉いのかということの謎がやっと解けたと、まあ、いうことで、この7番、今日はシリーズの7番ですが、そこからですね、しばらく日本の国民の精神状態がどうしてできてきて、その中で天皇陛下や落語とかそういったものがどのように形成されてきたかと、まあ、いうことをですね、私このひばりクラブを通じてね、だんだん自分の考えも固めていきたいと、まあ、そういうふうに思う私の人生にとって大事件であったと、まあ、いうことであります。